どっからさ、もうどっから、どの角度から、どっからどう見ても、じゃがいもじゃん。普通の。いや、じゃがいも。おー、うまそうな、じゃがいもですな、と。しかしながら、まずはこのシートをさ、まあ、シートを取って、改めて見てみるに、この、最高のガチャがあってね。俺、こういうガチャ大好きで、もうパッと見はじゃがいもなんだよ。前に石ってやつに似たようなやつあったんだけど、ポット普通のジャガイモなんだけど、ああ、ジャガイモやんけど。しかしね、バカリス、ほほほほほ。小物入れになっている、まさかの小物入れになっているジャガイモつ、これなんだこれ。あ、中身も、これ断面じゃね、断面もあった一応。え、断面あんのこれ。断面あんの知らんかった。あのね、このね、ダメ見て。このね、代償ゲットできたんだけど、今回ね、ジャガイモのカプセルジャガイモってやつで、ジャガイモのケース、まるで本物ぽっと見ジャガイモなんだけど、蓋を外すと小物が入っちゃうっていう。なんか断面もあったと、しかも今。一回300円ね。で、つやさ、俺びっくりしたんだけどさ、あの、インカの目覚めかっこよすぎね。こんなのあんの？メイクインは知ってる。メイクインは知ってて、アンデスレッドは知らん。これも初めて見た。で、インカの目覚めも初めて、かっこいいよね、これ。インカの目覚め食いてんだけど、シャドウクイーン、これも知らん。で、男爵芋。男爵芋とメイクインしか知らなくて、他にもジャガイモの種類があるっていうのにびっくりしたんだよね。めっちゃ食いたくね。てか断面あったんだけど。何これ、なんで断面あんの？え、あの、ブックレットも一応あるんだけど、まあ、一応見るよ、ブックレット。こういう風にセッティングすれば、あ、断面だわ。ジャガイモの断面が再現されてるよ、ほら。ジャガイモの断面が面白すぎだろこれ。パッと見は普通のジャガイモ、しかしながら開けてみるに断面が、また耳してた、断面が、あ、でもこっちないと、小物入れになってるんですよ。あの、断面取ればかなり入るからね。まあ、石であってかな、これな。石で。パッと見石なんだけど、小物入れになってるってやつ。え、断面あったら嬉しいな。あのさ、アンデスレッドだっけ、あれ断面赤いんかな？これはサツマイモカラーじゃない？どっちかっつうと、ジャガイモっつうかサツマイモって感じするんだけど、こんなの売ってるスーパーで。見たことないんだけど、こんなジャガイモ。いや、食ってみたいな。アンデスレッドだよね。名前がかっこいいの、いちいち。あ、アンデスレッド普通の色だわ。アンデスレッド。で、中にはブックレットが入っててね。取り出せば、まあ、小物入れになりますよという。あ、てか紙見てなかったな、紙。髪のさ、ちょっと見て、これ、マジ、パッと言いまじ、ジャガイモ、リアルなんだわ。すげえリアルに作り込まれてて、そこがすごい好き。で、ブックレットね、一応見てみると、こんな感じになっておりますと。まあ、でも、台紙ゲットできてるからね。台紙もゲットできたら、超ラッキーな気持ちになるよね。いや、インカの目覚め食いてえわ。これ、うまそうじゃない？インカの目覚め。どんな味です？あ、シャドウクイーンの断面も気になるな。お次はさ、シャドウクイーンのさ、断面ちょ見てみようぜ。シャドウクイーンどうなってんだろう、断面。黒いんかな断面黒いんかな、すごい楽しい。それでは、パカリス。あ、断面紫なんだわ、こいつ。こいつ、シャドウクイーン。でもこれ、うまいんか、これ。なんか断面、ナスビみたいな色になってる。本当にこういう色してるってことでしょ？え、食いて、うわ、すげえリアル。すげえリアル、こっち側。あ、こっち側もか。なんか、ニンマリフェイスみたいなのついてる。ニンマリフェイスで。すげえリアルだわ。シャドウクイーン、本物見てみたいやつが食ってみたいね。こんな色してんだぜ、シャドウクイーン。パッカリスを切ると、まあ、ここね、こう切ったら、なんと、まさかの、あかんくなったわ。封印されたわ、シャドウクイーン。封印されたわ。で、お決まりのね、俺たちの大好きな、男爵ユーモですよ。やっぱ、芋といえば男爵じゃね。男爵芋だよね。てか、これ以外見たことないような気がする。やっぱこれっしょ。男爵芋っしょ、ほら。これ、ああ、落ち着く色だね。そうそう、こういう色してるわ。男爵芋、ほら。断面も一応ついてんのいいよね。でも、ケースとして使いたいときは断面を取りまして、この中に何かを忍ばせておきますと。なんか冷蔵庫のジャガイモゾーンにさ、こう入れといても楽しいかもしれない。何これみたいな。え、軽いんだけど、パカみたいなね、感じで。あ、またあかんくなったかと思った。結構硬いんだが、シャドウクイーン封印されたしな。で、これが最後のメイクイーンであると。メイクイーンもね、あんま買わないっつうか、めったに買わんっつうか、ほぼ多分男爵しか買ってないんじゃないかな、俺。おそらく。つうか、あんな見たことないし、あんな色の。シャドウクイーンも。探せばあんのかな。
インカの目覚めとか、あ、待って、インカの目覚めどれだ？あ、一番最初に開けたのがインカの目覚めか。で、次、これ男爵だよね。今開けたのが男爵で、最初インカだ。インカの目覚めで、ごめん。最初インカの目覚めだった。で、これがメイクインね。メイクイン。おー。確かにメイクインってこんな形してるよね。断面まだ覚えてないけど、こんな形してるわ。これがジャガイモカチャカチャ。ただこれだけなんだけど。最高じゃないこれ。ケースとして使えるんだぜ。ケースとして使えるし、見た目はただのジャガイモっつうね。てか、ジャガイモマジこんな種類あるんだな。全部食ってみてよ、この3つ。アンデスレッド、インカの目覚め、シャドウクイーン。インカの目覚めが特に食いたい。ということで今回は、カプセルジャガイモっつうね、まるで本物みたいな、ジャガイモの入れ物の、ガチャのね、ガイリビー動画でした。いや、石のガチャを思い出したらすげえよかったわ。男爵芋にメイクイーンにアンデスレッド、インカの目覚め、この辺が名前すげえかっこいいんだわ。シャドウクイーン。インカの目覚めが一番かっこいいけど、何これインカの目覚めって。絶対食うしかないだろう。なんかパワー得られそうな気がする。これマジで食いたい。早くこれ買ってスーパーにあるかな？ちょっと探してみるわ、インカの目覚め。みんなもぜひ、このジャガイモゲットしてみて、カプセル、ね、小物入れとして使えるから、カプセルレス、だっけな、そう、カプセルレスガチャということで、カプセル自体が商品だからね、すごくなんか、いいね、カプセル無駄がないというか、なんていうか、余計なものは何も出ないっつ。まあ、こういうシートとかはあるけどね、いや、すごいいい感じだったわ。あとはやはり、こいつを食いてえな。開かなくなったんだけど、パープルの断面がさ、すげえうまそう。味どんな、これ、カレーとかに使うんかな？あ、開いた開いた。これどういう時に使うのこのジャガイモ。てかこれジャガイモなのこれ。すごい色してない？シャドウクイーン。マジで食いてえわ。シャドウクイーンこれいいな。ケース使おうかな。消しゴム入れみたいな感じで。練り消しとかね、入れといてね。使う時にパカッと開けて。ただちょっと開けにくいっていうのが難点かもしれん。硬いのもいちいち。なんでこの硬くなんだよ、ちょっと開けにくいのがちょっと欠点かな。このシリーズは。物によって違うかもしれないけど、シャドウクイーンはめっちゃ開けにくい。